い、浜吉。おい、浜吉、寝るんでねえど。これ、浜吉。宮城県気仙沼大島というところでの話でした。浜吉親子は暗い浜道を歩いておりました。息子の浜吉はもう眠くて眠くて仕方がありませんでした。明日端午の節句だというのに、人手の足りないこの島では人の家の田植えを手伝いに行ったり、また手伝いに来てもらったりしなければなりませんでした。浜吉親子も今朝早くから外浜まで手伝いに行って、今その帰りでした。息子の浜吉は疲れ切ってもう今にも眠りそうでした。お地蔵様のある辺りまで来た時のことです。母親は何やらお地蔵様のあたりに人の気配を感じました。このお地蔵様は導き地蔵と呼ばれ、明日亡くなるという人がうまく天国へ導いてもらうため、お地蔵様に挨拶に来ると言われていました。いました。今年若い男の亡者が一人一心にお祈りをしているのでした。母親はこれを見てかわいそうに思いました。一体どうして死ぬんだべ、こんなに若いのに船の事故でもあるんだべか。その時のことです。男の祈りが終わるのを待っているかのように、今度は老婆が一人お地蔵様の前にやってきました。あれは村で一番お年寄りのおばあさんだ。この頃具合が悪いと聞いていたが、とうとう亡くなるんだべか。ところがその次には幼い血の身を抱いた母親のような女が立っていました。お産をして、それで二人とも死んでしまうだべか。ところがなんとその後ろにはまだ裏若い子供の亡者が立っており、そしてその奥には何人も何人も大勢の亡者たちがうよぐよと立っているではありませんか。そしてさらによく見ると、その亡者たちの間には馬や牛たちも立っているのでした。一体なぜこんな大勢。そして亡者たちは大層急いでいるらしく、次から次からお地蔵様にお祈りしては空へ登っていくのです。おっか、一体なんだべ、あれ何しとるんだべな。おー、よしよし、なんでもないなんでもない。こっちおいで。あの人たちは明日は亡くなってしまうかわいそうな人たちなんだよ。今お地蔵様にこうしてご挨拶してるんだよ。母親からそう言われても浜吉には何のことだかよくわかりませんでした。ただ
そうしているうちにも亡者たちは次々に空に消えていき、やがて辺りは何事もなかったかのようにシーンと静まり返りました。母親は心から恐ろしくなって浜吉の手を握りしめると急いでその場から逃げ出しました。そして家に帰ると早速そのことを父親に報告しました。そんなバカなことがあるものか。お前たちどうせ狐にでも化かされたんだべ。父親は全く信用しませんでした。ところでその次の日のことです。ちょうどその日はお節句で、しかも一年中で一番海の潮が引く大潮の日でもあったので、浜辺は村中の親子連れでにぎわいました。浜辺で海藻を拾ったりするのでした。浜吉親子も浜吉があんまり行きたいというので浜へやってきました。母親は夕べのこともあって気が進まなかったのですが、海藻が面白いほど取れました。こんなに潮が遠くまで引いたのは本当に何十年この方なかったことだと年寄りたちが話し合っていました。その上もう潮が差してくる時間だというのに全く潮が差してこないのでした。その時でした。しばらくは身動きもできませんでした。やっぱり本当だったんだ。夕べのことはやっぱり本当だったんだ。逃げ遅れた多くの人々が亡くなりました。この時の津波で
亡くなった人の数は61人だったと今も村の駆けつけに残っています。それに牛と馬が6頭死んだそうです。浜吉と母親があの日見た亡者はみんな本当だったのです。みんな津波にさらわれて亡くなった人たちでした。今もこのお地蔵様は導き地蔵と呼ばれて、人々は花やお線香を絶やさないそうです。